マリサのレールガンが完成したぞ。じゃじゃーん。なんそれ？ただのお菓子の空き箱で作った偽レールガンじゃないの。しかも、パンダのマーチだし。日本のように、65億円もの予算を追加してレールガンを作るほど私にはお金がないからな。え、なんかマリサかわいそう。ということで今回は、日本レールガンはすでに完成形で量産化、米国でさえ断念したレールガン開発、さらに電磁砲開発加速に65億円予算化、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、先端技術の一つとして注目が集まっているのがレールガンだ。ふむふむ。しかも、アメリカが開発を断念する中、日本は開発を進めているんだぜ。じゃあ、今回は、レールガンの開発について解説してくれるのね？もちろんだ。そもそも、レールガンとは、電磁気力によって、物体を打ち出す装置のことを指すのは知っているよな？知ってる知ってる。ジミーちゃんはやってるやってる。古すぎるが、その仕組みは、まず電気を通しやすい素材で2本のレールを作ることから始まるんだ。ほほう。そこに導電性のある弾丸を挟んで、電流を流して磁場を作り、電磁力で発射するんだな。なるほどね。また、レールガンの特性としては弾丸を用いるので、ミサイルと比較して安価なんだぜ。安価って大事よね。ああ。通常の火砲は火薬式で弾丸を投射するが、ミサイルの方が高速、かつ射程を長く伸ばすことができるわけだ。そうなんだ。一方で、レールガンは、火薬式の火砲よりも長射程で高速の、投射が可能なため、火薬式よりもメリットが多いんだぜ。じゃあ、レールガンで決まりね。いやいや、これがレールガンにも弱点があるんだ。なんなのよ？それは大出力の電力を必要とすることなんだぜ。電気が必要なの？そもそも、レールガンは電磁気によって砲弾を打ち出すので、電力が不可欠なわけだ。そりゃそうよね。しかも、レールガンで砲弾を打ち出すために必要となる電力が大出力なために、電源を確保することが重要となってくるんだぜ。じゃあ、うちのコンセント貸してあげるわ。それじゃ足りないんだな。まあ、レールガン開発の動機として、ミサイルよりも安価のためというものが、あるんだが、大出力の電力を必要とするために、費用対効果で見ると、ミサイルとさほど変わらないわけだ。むしろ、レールガンの方が高くついてしまう可能性もあるんじゃ？その通りで、これがレールガン開発がアメリカや C 国、日本などで、進められてきたにもかかわらず、日本以外が中止した理由なんだぜ。なるほどなるほど。繰り返しになるが、レールガンは高速で砲弾を打ち出すため、各国で開発が、進められている極超音速ミサイルの対策用として開発されてきたわけだ。対策用兵器なのね。ああ。アメリカ海軍は、ズムボルト級ミサイル駆逐艦で採用されている、AGS-155mm 砲の次の段階として、レールガンの実用化を進めていたんだな。ズムウェルト級？そんなズムボルト級は、統合電力システムをアメリカ海軍で初めて採用しているすごいやつなんだぜ。すごいわね。でも、その統合電力システムって何なの？これは、電気推進に用いるための電力と、艦船内の他の用途、例えば、兵器や、電子機器、その他船内サービスに用いる電力の電源を共用化する技術なんだ。統合電力システムすごいわね。統合じゃなくて統合だぞあら。まあ、高度な電力制御技術と高性能の電動機が必要となるものの、電力配分機関運転の適正化や維持コスト低減、水中騒音の抑制など多くの利点があるんだぜ。これは統合、じゃなくて統合電力システムを搭載したズムウェルト級のことをもっと知りたくなるわね。さて、ズムボルト級はガスタービン発電機を動力としており、始発電機はロールスロイスマリントレント MT30 が2機なんだ。ふむふむ、1機あたりの出力は 35MW になっていて、補助発電機としては、出力 3.8MW の RR450 が2機、搭載されているんだぜ。電力システムに資格なし、みたいな？まあ、大出力であるのは間違いないんだ。とはいえ、現在のところ、ここまでの大出力は必要とはしていないんだな。そうなの？ああ。始発電機1機のみで充足可能で大出力をレールガンに供給しようとの計画だったんだ。レールガンは大出力の電力を必要とするため、電源が必要なんだものね。そうだな。おまけに、ズムボルト級はレールガン搭載の条件を、備えていたため、レールガン搭載計画が立てられたんだ。でもでもでも、なんだそやわら。そして、アメリカ海軍は2005年から艦船搭載用のレールガンの開発を開始したんだぜ。どんな計画だったのよ？この計画では2020年から2025年頃をめどに実用機を艦船に搭載することを目標に、BAE システムズとジェネラルアトミックスが 32MJ 砲の試作を行っていたんだ。ふむふむ。また、
計画では、2016年までに艦船搭載用レールガンを開発し、2020年までにレールガンを艦船に搭載して、海上試射を行うとなっていたんだぜ。いろいろ盛り込んだわね。まあ、開発は順調に進み、2006年10月に口径 90mm 2.4kg の砲弾を方向での、砲弾運動エネルギー 800kJ、初速は秒速 830m での発射に成功したわけだ。あれ？順調じゃないの？しかし、この計画は保有となってしまうんだぜ。せっかく成功しているのに？実は、その理由は、電力供給だったんだ。電力足りてるんじゃなかったの？そもそも、レールガンに必要な大出力を出すには、既存の艦船では難しいんだな。ズムウェルト級でも？確かにズムボルト級は電源に余裕があるわけだが、その他の艦船では難しくなっているんだ。レールガンってそんなにハイパワー電力食いなんだ？そうだな。レールガンを使用するためには、25メガワットが必要で、とんでもない大食いなんだぜ。ギャルソネもびっくりですわ。しかも、アメリカ海軍の主力アレイバーク級駆逐艦は余剰電力が9メガワットしかないんだ。それじゃ、レールガンの運用は不可能ね。そこで、アメリカ海軍はズムボルト級で採用されている。バッテリーシステムを追加することを計画したんだな。これで勝てる。しかし、艦内スペースが不足し、バッテリーシステムを追加する余裕はなかったんだぜ。期待させないでよマリサワラ。おまけに、既存の兵装を取り外しも検討されたんだが、レールガンを搭載するために、大幅な改造を余儀なくされることがわかったんだ。ほほう、問題はこれだけではなく、レールガンで打ち出す発射体の開発も難航したんだぜ。それも？ああ。レールガンで打ち出される発射体は、火薬式で打ち出すものよりも高速なわけだ。そのため、発射体は通常の砲弾よりも高い重力加速度に耐えなくてはならないんだな。なるほどね。また、レールガンは強い電磁波を伴っているため、それに耐えることも必要なんだぜ。耐えること多すぎるわね。それに、レールガンで使用される発射体には誘導装置を、組み込むことになっていたんだが、強い G と電磁波に耐えることのできる電子装置の実用化が難航したんだ。アメリカでさえ苦戦することがあるのね。アメリカ海軍がレールガンの実用化に手間取っている間に、極超音速兵器の開発が進展してしまうんだな。これはやばいんだな。しかも、極超音速兵器は、通常手段での迎撃が困難であり、長射程という特徴があるんだぜ。確か、既存の兵器体系に組み込みやすいというのも利点なのよね。その通りで、アレイバーク級駆逐艦に超音速兵器を搭載する場合、現在使用している MK41VLS を変更するだけでこと足りるわけだ。じゃあ、断然レールガンよりも極超音速兵器の方が使い勝手がいいわけね。このため、アメリカ海軍はレールガンの開発を断念し、開発資金の打ち切りを提案したというわけだな。アメリカでさえ失敗するなんてねー。しかし、レールガン開発を続けている国があるんだぜ。本当に？どこどこ？それが中国だ。で、出たわら。さて、2018年、中華人民共和国でレールガンと思われる巨大な、砲塔を揚陸艦の艦首に搭載した写真が撮影されたんだ。ふむふむ。まあ、この艦艇は戦闘艦ではないため、実験艦と見られているんだな。実験してるのはもう怖いことだけどね。だが、翌年、C 国の人民解放軍海軍が艦載レールガンの実戦配備を行うと発表したんだぜ。またまた、新情報出たわら。2019年1月5日、C 国の環球時報が C 国中央電子大 CCTV を引用する形で、C 国人民解放軍海軍が艦載レールガンを企画実戦配備すると報じているからな。習近平ちゃんはレールガン開発にマジなのね。そのようで、30日にはアメリカの CNBC がアメリカ情報機関の関係筋の話として、C 国でのレールガンの開発は2011年に初めて確認されていると報道しているんだぜ。あ、これマジなやつだ。そして、2017年末に艦載化に成功し、2023年までに、洋上試験が完了する見通しであると報じているんだ。ええー、このように C 国が着々とレールガンの開発を進めているのは確かなようなんだぜ。日本も平和ボケしてる場合じゃないわよ。また、2022年2月11日の香港のサウスチャイナモーニングポストによると、C 国はアメリカが、開発を保有したレールガンをテストし、実用化に向けて問題を克服していくと報じているんだ。アメリカができなかったことをやろうとしてるのか。ああ。この記事では、C 国人技術者の話を引用し、C 国のレールガンは他国のものとは異なり、発砲時に発生する閃光を打ち消すための装置を必要とせず、特殊なコーティング技術で安定した性能と砲身の損傷を抑えていると明かしているんだぜ。とはいえ、実用化はまだされてないんでしょ？その通りだ。何がその通りだ、なのよわら。
まあ、C 国人技術者はレールガンを実用化するためにはいくつかの技術的な問題を解決しなければならないと述べているからな。いくつ問題があるんだか、わら。また、実用化に向けて、最高出力による連続射撃を何度も行い課題を明確にしなければならないとも、語っており、実用化に向けては、これまでのテストよりも大規模かつ強力なテストを実施するとのことなんだぜ。まあ、アメリカが開発を断念する中で、あえて開発を継続するのは、アメリカに対する技術的な優位をアピールするためよね。そもそも、アメリカが開発を保有、もしくは断念した技術を実用化することで、技術的な優位をアピールしようという狙いがあるに決まっているからな。一方、日本でもレールガン開発が進んでいて、防衛省はミサイル防衛目的として、電磁力で、砲弾を発射してミサイルを迎撃する技術を中核に据える計画を発表しているんだぜ。おお、待ってました。2030年までに開発を進めるとしているんだが、実は、日本の、レールガン開発は、1980年代から行われていたんだな。そんなに昔から？まあ、昔から行われているように見えるが、これは軍事目的ではなく、民生用なんだぜ。どういうことよ？ JAXA による宇宙船開発のために研究されていたわけだな。これを軍事目的に使うというわけね。しかも、アメリカが克服できていなかったアーク放電という問題を、日本はあっさりと克服したんだぜ。実は、日本のレールガン開発は各国の開発と比べてもかなり高いレベルにあるわけね。そして、日本の周辺には北朝鮮や C 国、そしてロシアがあり、いずれも極超音速兵器を開発しているわけだ。これらの国に何らかの対処をしなくてはいけない時が来てるわよね。だからこそ、レールガン開発は必要なんだぜ。日本発の技術がこれらの脅威に対抗できるのか、注目が必要ね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。